うちはあの子供が床でねゴロゴロするんで、床の汚れって気になりますよね。エコナビは強烈パワーで拭いたような仕上がりに、ゴミがなくなれば自分でエコ、サイクロン式掃除機完成。パナソニック。もう5時か。小林製薬。入れ歯がグラグラでベタベタ。それなら私タググリップにお任せ。塗り広げてください。熱いお茶でも溶けないから、ほらベタつかない。しかもしっかりくっつき、しっかり噛める。溶けない入れ歯安定剤タググリップ。 You are at that point right now. If he and I die in 10 seconds from now, you will die of starvation. Leave me alone, mom. Yeah, I'm gonna leave you alone. 母は息子のために決断した。自分がそばにいるとビリーを甘やかしてしまう。母はビリーにつきっきりの生活をやめ、スクールバスの運転手の仕事を始めた。一方ビリーは、明るい人生を送るために僕は頑張るよ。そうすればママも楽になるしね。今のままじゃ僕はダメだ。母の愛に応えるためにも自分の足でしっかりと人生を歩みたい。ラブダイエットによって目覚めたビリーの挑戦は続く。僕の友人の高野山の僧侶でさえ、自分のお子さんを亡くされた親御さんにはかける言葉が見つからないと言います。世界中どの国でも、親である限り自分の子供に先立たれるのは想像を絶する苦痛であることでしょう。ビリーが手術台に上がる前に、バーバラはその苦痛に打ち勝たなくてはなりませんでした。ビリーが手術後のリハビリで一歩踏み出すたびに、Thank you Jesus、 Thank you Jesus と口ずさみます。